ばんは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話なんですけれども、誰にでも簡単にできることを続けてみようという話をしてみたいと思います。まあ、どういったことかというと、こう、例えばですね、料理も、しようと思えば誰でもできますよね。ただ、それをこう、ずーっと続けて40年、っていう人がこう、例えば日本料理をずっとしていたら、料亭の職人さんみたいな形になりますし、こう、あとはそうですね、会話にしてもそうですよね。こう、誰にでも話すっていうことはもう子供でもできることですけれども、こう、それをずっと突き詰めてずっと勉強して上手になっていくと、こう、カウンセラーみたいな形になったりだとかっていうので、こう、誰にでもできること、でも、勉強途中でやめてしまうことっていうのはたくさんあると思うんですよね。例えば、科学の研究にしたってそうですよね。こう、ずっと学校で科学を勉強していて、ずっと研究を続けて新しい発見をする人っていう人もいるわけです。なので、こう、誰にでも簡単にできることをずっと続けている人っていうのは、その道のプロになるわけです。で、それはですね、大きな武器に僕はなると思うんですよね。なので、僕自身は何がいい、やってみたいかっていうと、やっぱりこう、会話で人を元気にするっていうのを、してみたいと僕自身はずっと思っていますので、こう、会話の勉強っていうのは、これから先もずっと続けていけたらなと思っています。で、それでこう、話すことによって人を元気にすることができれば、やっぱり素晴らしいことかなと思いますので、やっぱり何でも構いません。例えば僕はカメラが好きなんですけども、カメラをずっと好きで続けていった人がプロのカメラマンになって、その写真1枚で素晴らしい写真が撮れて心が救われるっていう人もいるかもしれないわけですよね。なので何かの道を極めるっていうのはすごく大変なことだと思うんですけれども、でもそれをしている人っていうのは僕はやっぱりかっこいいと思うんですよね。で、かっこいい大人になりたいって思う僕は思っているので、そう考えると当たり前なことをずっと淡々と丁寧に続けていく、で、自分を磨き続けていく人っていうのはやっぱり僕は魅力的に感じますので、僕もそういった人間になりたいってやっぱり思いますから、こう自分に負けない時間を作るとか、自分を磨き続けるっていうのはそのためにしていることなので、まあ会話術みたいなものはしっかり続けていけたらなと思います。で、その中でやっぱり体調管理っていうのも僕の今の大きな課題ですから、まあ、その体調管理っていうのをしながら自分を磨き続けるっていうのをしてみたいなと思います。なので皆さんもよかったらね、こう好きなことの方が続けやすいと思いますので、これだけは、他人に負けないっていう、他人と比べるのではなくて、やっぱり過去の自分と比べてずっと上達していっているっていうのを確認しながら成長する方が僕は楽しいのかなと思います。で、その道のプロの人と比べたところで、こうやっぱり自分はそこに向かって頑張ってるわけですから、勝てないところがたくさんあるでしょうし、同じ時点でスタートしたところでやっぱり環境が違うと伸びしろが違ったりだとか、頑張り方が違うと伸び方が違ったりするわけですから、他人と比べる必要はないわけですよね。ただ他人のいいところは盗むっていうのは大事なことだと思いますし、自分のやり方がうまくいかないのであれば、他人のやり方を真似てみるっていうのも自分を磨く上では必要なことだと思います。ただ何かは極める、簡単にできることをずっと続けて磨き続けてみるっていうのは楽しいことなのかなと思いますので、ちょっと紹介してみました。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。